はい、皆さんこんにちは、トップショサスケです。チャンネル登録、ベルマークのクリックを学ぶ方はよろしくお願いしますということで、本日は、時間の価値について考えようというテーマで動画を撮っていきたいと思ってます。最近ですね、こう20代の若手社員の方々中心にキャリア相談に乗る機会が増えております。でその中で、やっぱりね、ヒアリング、インタビューしてて感じるのが、やっぱり時間の価値っていうのは分かってない方々が多いなと。で、時間の価値っていうのはどういうことかというと、一つ例を挙げるとすれば、例えば同じこの法人営業のスキルを身につけるとしても、それを1年で身につけるか3年で身につけるかによって全然その価値って変わってくるんですね。当然1年で身につけちゃった方がいいわけで、なぜかというと残りの2年間で他のスキル身につけられますよね。例えばマーケティングのスキルだったり、ファイナンスのスキルだったり、セールスの中でももっとプラスアルファでいろんなことができるかもしれないし、とにかく、この時間価値っていうのが非常に、実は高いんだけど、意外と意識されてない。で結構その大企業の方々によくあるのが、やっぱりこう次の5年でこういうキャリアを作ろうとか、こういう経験を積もうみたいな形で、結構その設定のタイムスパンが長いんですよね。でも今世間の流れってやっぱりこうもう1年、なんならもっと短い3ヶ月6ヶ月で、どんどんいろんなスキルを身につけていってバリューアップしていかないと、相対的にね、そういったキャリアを積んでる人が増えてきているので、置いてかれちゃうっていうことがあります。なんでまずこの時間価値っていうものをみんなもっと考えた方がいいよねってところを感じましたと。でその中で一つ、結構気になる事例、具体例として、こういうことを言う人がめちゃめちゃ多かったんですけど、例えばこうキャラ相談乗ってるキャラ悩んでるんですけど、でも一応半年後にあのイケてる部署に移動できるかもしれないとか、1年後に、シンガポールに駐在できるかもしれないみたいなことをこう口にする方々が多いんですね。要は未来の、確定していない人事に対して、それを軸にキャリアを考えてしまっている、作っていこうとしているっていうことです。でこれの問題点っていうのは、3つあると思ってまして、1つ目がまず不確率性めちゃめちゃ高いっていうことですね。で人事って、いろんな、ね、確率があるんですけど、例えばよくあるのが、毎年こう流れでこうそのポジションには必ず人を張ることが決まっていて、シンガポールの例えば支店とかですよね。で、今いる先輩が1年後に帰ってきます。で年次的に次自分だから自分が確率高いよね、だから、そこの1年後のシンガポールに向けて今の部署でもうちょい頑張ろうみたいなことだったんですけど、これって事業環境が変わったりとか、なんなら今回コロナみたいなこともあるかもしれないですし、そもそもそのポジションがなくなるかもしれないし、先輩が延長になるかもしれないし、もういろんな変数があるんですよ。でその中で結局そういったいろんな要因掛け算していくと意外と不確実性高いのに、それを根拠に、それを軸にキャリアを考えてしまってるっていう例があって、これ結構問題かなと思うんです。これ一つ目ですね。で二つ目が、それが実現するまでの時間がもったいない、もったいない捉え方をしてしまっている人が多いってことですね。例えば1年後に海外駐在があります。で正直今の部署の今の仕事についてはもうできるようになっているし、この向こう1年間もう繰り返し、結構マンネリ化した仕事を繰り返すことが見えているんだけども、1年後どうやら海外に行けそうだから、今なんか下手にこう移動とかってアクションをせず、この部署に残ってそのポジションを待った方がいいんじゃないかなみたいな形で、手前の1年間をある意味こう捨てる意思決定をしてしまっている人が結構いるってことですね。でも先ほどの話の通りですね、今世間の時間の流れって結構早くなっていて、やはり例えばこう転職を軸にキャリア形成している人とかっていうのは、半年とか1年のスパンでやっぱり自分の身につくスキルとか環境とかを大事にしながらキャラ作ってる20代の人って増えてきてるんで、そういう人たちと比べるとこれだいぶ差ついちゃうんですよ。なんで仮にね、1年後のその移動とかを見せるにしても、手前の1年間でももっともっと他のポジションの仕事を取りに行くとか、その1年間だけでも一旦こう多分出向を検討してみるとか、もちろんできるできないはあるんだけども、その努力はした方がいいということですね。キャリアを作るこの1年間ってのを捨てないようにしてほしい。これが2つ目の問題点だと思います。時間がもったいないということですね。で3つ目、その移動や駐在が本当にみんなにとってプラスなんですかっていう、そもそものところを考えられてない人が結構多いです。駐在や移動が目的化してしまってるっていうケースですね。で特に駐在に多いかなと思うんですけど、やっぱり結構駐在の魅力って、いい国でいい暮らしができるっていうのももちろんあるじゃないですか。でそれを否定するわけじゃないんですけど、それが一番上に来ちゃってるっていうケースですね。でこれは仮にね、30代40代になってある程度キャリアが固まった後で、そこを重視する、家族がいてとかね、そこの福利厚生面とかも含めて重視するっていうのはまあ分からなくはないんですけども、20代の皆さんにとって、そこを一番上に持ってきてしまうのは非常にもったいないです。例えば結構社内業務が多い、海外支店とかですねのポジションに、いい国だけどありますと。でそこ1年後行けるってなった時に、じゃあそもそも国っていう、他の派の福利厚生とか暮らしの面を覗いたときに、その仕事的にね、キャリア的に皆さんにとって本当にそれがスキルが身につく場でいい環境ですかってことは今一度考えてほしいんですよ。で海外駐在とかっていくと、やっぱり、3年から5年スパンで行くことって多いんですね。研修だと1年のこともあるんですけど、1年でもだいぶ長いんですけど、3年5年とかってめちゃめちゃ長いですよ、そういうポジションで。
で確かにその3、5年はいい暮らしできるかもしれないけど、その後のキャリアのことを考えると、そこでちゃんとスキルを身につけてないと結構やばい未来が待ってるんですよね。先ほど伝えた通り、周りは3ヶ月、6ヶ月、1年のスパンで高速でいろんなキャリアを回してるっていう時代感になってきてます。その中でやっぱりこの3年から5年を海外に投資する、プライベートに投資するっていうことの意味は考えた方がいいです。なんで、まとめると、先ほどの事例の問題としては、不確実性が高いっていうことと、それが実現するまでの時間がもったいないっていうことと、3つ目、その移動や駐在が本当にみんなにとってプラスですかっていうところですね。この3点が問題点なんで、ここをしっかり考えて踏まえた上で選ぶんだったらいいと思います。でただ、このステップを踏まずに、なんかぼやっと、それを軸にキャリア形成してしまってる人が多いなっていうのをかなり感じるので、ここはね、ちょっと今日の動画を見た皆さんは、今一度考えてほしいなと思っています。で、これを変えるための手段としては、やっぱりこの3つをしっかり考え抜いて、自分のキャリアを考えることもそうですし、で、転職とか移動っていうのは手段だと思うんですけども、やっぱり環境を変えてね、やっぱり手前のね、この半年1年を大事にして、自分のスキルを磨くってことをやってほしいので、そういったことも選択肢に入れて、動いてみるといいんじゃないかなと思います。僕らもね、先ほどお伝えしたキャリア相談とかっていうのはやってるんで、興味ある人は概要欄から申し込んでほしいと思うんですけど、そういったことも踏まえて、結構20代のキャリアを考えていかないと、皆さんのね、30代、40代、これからね、将来の生活だったりとか、キャリアっていうのが、だいぶ変わってくると思いますので、せっかくね、特集時間使って見てくれてる皆さんには、そういったことも踏まえて、素敵なね、キャリアを形成してほしいなというふうに思っております。今日はそんなお話でした。それではまた皆さん次回お会いしましょう。See you next time. Bye bye.